じゃん、白いカラジウムさんです。美白さん、美人さんです。表面ちょっとフェイク感あると思うんですけれども、少し離れればこのなかなかないこの色味の葉っぱと、この特徴的な葉っぱの形であまり気にならないなぁと私は思います。で、問題がですね、この葉っぱの裏側、ドフェイクです。そしてこの茎の色、ドフェイクです。なので、ここが見えないように飾ってあげるのがポイントです。で、最初閉じた状態になってますが、ここワイヤー入っているので広げてあげることもできますし、ここも太いですけどグッと折ることもできるので、長さも変えられます。で、こう広げるだけじゃなくてこうやって曲げることもできるので、こう湾曲させて暴れさせてあげることができます。ただこの子はあんまりこう針金曲げて暴れさせなくてもですね、茎の長さや葉っぱの大きさや、あと茎からこう生えてる葉っぱのこの茎の長さもかなりバラバラで、全体的に結構暴れまくっておりますので、このままでもちょっと広げるだけで結構ボリューム出ると思います。で、私はこの白いこの美白ちゃんと対照的な真っ黒な鉢にちょっと飾ってみたいなと。このコントラストがすごい可愛いです。で、さっきお話したように葉っぱの裏側とこの茎が見えないように飾ってあげます。で、ちょっと紙で固定するんですけど、で、全体的に葉っぱが大きくてボリューミーなので、そんなにあの茎の緑の部分だったり葉っぱの裏側は見えないです。ただかなり暴れまくるので、こう自分のお好きな形になるまで全体的に整えてあげてください。私はちょっとこうしだれる感じが好きなので、しだれつつも上に伸びる感じで形を整えるのが私は好きです、好みです。で、今度はこう黒い対照的な色ではなくて白、美白なこの白の子に入れてあげると全く違う感じになります。かわいい、かわいいし、ごめんなさい変な音した。かわいい、かわいい、全然雰囲気違いますよ。ということで、鉢をこれは同じ素材ですけど、色味変えたり素材変えたり大きさ変えたりするだけでかなり雰囲気変わりますし、この子自体がやっぱりなかなかないこう色味なので、他の植物、他のフェイクと並べた時にこの子がかなり差し色になって、とってもこうなんていうの、ボリューミーじゃなくて、とってもこう存在感のある感じになります。お気に入りの可愛い子ちゃん、美白ちゃんでした。美人さんでした。